できたぞ。タイムライン、あ、こんばんは、見えた、こんばんは、ありがとう。え、これと、あ、こんばんは、皆さん、こんばんは、こんばんは、やっほーこんばんは、ありがとう、みんな来てくれて聞こえる？今日は大丈夫かな。あ、こんばんは、間に合った、今始めたよ、ありがとう。ね、みんな声聞こえる？大丈夫かな。あ、聞こえる？よかった、ありがとう。こんばんは皆さん、こんばんは。あ、ちょうどお仕事終わった、お疲れ様。じゃあ皆さん今日も一日お疲れ様でした。今からカップラーメン食べる。あ、いいね、何味何味。あ、ヨシさん、これは何、飴、クマの飴、ありがとう、かわいい、ありがとう。始まっとるやないか、始まっとるでありがとう。あ、ありがとう。はい、改めましてフルフルポケットのお広瀬みなみです、イエーイそう、今日は三つ編みなんだよそう、気分でね、三つ編みにしてみました。はじめまして、お、ありがとう、やったやったありがとう。そう、今日はね、あのゆるりと皆さんとお話ししていきたいなと思っておりますそう、前回はね、カラオケ配信をしたんだけど、今日はお話をしようかなと。三つ編みが似合う21歳なんか21歳ってついてるとね、笑ってしまうそう、でも最近なんか、でもライブとかでもね、三つ編みしたりもしてるんだよね。三つ編みの気分とは三つ編みの気分とはですね、ちょっとなんか縛りたいなって思ってそう、手が勝手に三つ編みしてたんだいろんな言い訳に負けて帰ってきた。あ、ありがとう、おかえり、ありがとう、待ってたよ。こんばんは、こんばんは、ありがとう、やった。そう、縛りたいなって思ってね。三つ編みにはどんな魔法がかかってますか。これはもう一編み一編み皆さんの気持ちを込めてやったんですよそう、みんなに見せたいと思って。みのりんスマイルで疲れ吹っ飛んだ、本当よかった。今日もね、雨だったけど、本当にね、皆さんお疲れ様ですみのりんスマイルで癒された、本当みんなで言ってくれて嬉しい。前髪は変わらない、そう、前髪はね、そう、でもライブと違うのは固め、あのそう、カチッってなってないんですよねそうそうね、雨やばかったね、本当にすごかったよね。私も大丈夫だったけど、皆さんね、風邪とかひかないように気をつけてください。あ、リスさん、ハートありがとう。キナさん、似合う、ありがとう仕事でズブ濡れになりました、本当？よく温めてね、体寒くなっちゃうからね。うん、お、久しぶり、お久しぶり、ありがとう。ねえ、本当に雨風ね、最近多いよね、本当。前髪30度じゃなくない？あ、やばいぞでも最近さ、前髪をこうくるんって巻くようになってから、そう、30度がね、ちょっとずつなんかね、変わってきちゃってるのよね。前髪、包丁で切った後の玉ねぎみたいになってね、どういうこと、こんな、こういうこと、切っちゃった。あ、ありがとう、待ってたよありがとう。今日は歌声聞けない感じ。そうだねそう、でもいろいろなんかみんなのリクエストというか、みんなと一緒にこの曲歌うとか決めていけたらいいなって思うんですけど
そうそう、石井さんの生誕決まって嬉しいね。そう、さっきね、あのツイッターでも上がってましたけれどもね、ありますので、私も後で引用リツイートしますね。お、ユフティンだ、ヤッホー、ありがとうユフティン。あ、ウィノリンって呼んでる。ユフティン。前髪巻くなんて大人やないか。そうやねん。そう、巻くようになったんです。でもこれもね、そうユフの影響で、ユフが巻いた方がいいって言ってくれたから、そう巻くようになったんだよね、ユフ。そうそうそう、あ、そうだ、テロップ打ちますね。まず11月、お、ひなもいる、え、ひなもいるの、ひな。見てるかな、さっきね、あのツイートもしてくれてたもんね。ちょっとテロップ打ちますね。東京、あ、キネマク、マク、マク、よし、オッケー。あ、ひなもいた、ありがとうひな、頑張ってって言ってくれてる、ありがとう。オイリップ？今日はねしてないけど、ちょっと濃いめなんだ。ことは桜木の方が大人？え？でも確かにユフティは大人っぽい一面もね、結構多いからね。そう、顔近、そう、なんかね、コメント読むときとね、テロップ打つときとか顔がね近づいちゃうんだよね、どうしてもね。ウシキ選手がね来てくれてます。桜木選手も。みなりんかわいい、あ、ありがとう。ありがとう、来てくれて。こんばんは、遅くなりました、こんばんは、ありがとう。まだ始まったばかりだからね、一緒にお話ししましょう、みんな。お、たかしさんかわいい、ありがとう。もうすごい、170人の方が見てくださってる、ありがとうございます。ちょっとまず簡単にね、また後で告知もさせていただくんですけど、11月17日に東京キネマクラブでワンマンライブを開催するので、ぜひぜひチェックしてください。こちらからバナーからも、あのフルポケのねオフィシャルサイトだったりチケットのところに飛べたりもしますので、ぜひチェックしてください。あ、ショールームでは初めまして、今日も可愛いね、やったー、ありがとう、来てくれて、やったね、ショールーム。ショールームね、そんなにね、頻繁にできてなかったんですけどね、ワンマンに向けてもね、できる日はやっていきたいなと思ってます。あ、この前初めてフルポケのライブにお邪魔しました、また絶対行きます、あ、ありがとう、嬉しい、また絶対待ってます。いつでも来てください。今日は何時間やるの？今日は1時間ぐらいかなって思ってるけどね、皆さんの想像通り多分超えてしまう気がします。気がします。そう、明日ねイベントがねないんですよ。そう、またね後で告知もするけど、そう、次は27かな。うん、今月の目標は M スパでメールを読まれるでしたが、昨日目標達成できました、ありがとう、あー嬉しい、目標にしてくれてたの、そう、ありがとう。そう、私たちね、フルフルポケット毎週木曜日にミュージックスパイスというラジオ番組を担当させていただいてますので、そちらもぜひチェックしてください。そう、メールもねたくさん、本当に毎回皆さんからたくさんのメッセージをいただいて、私たち本当に毎回読むたびにね嬉しくて笑顔でこう見てますので。ぜひぜひ、本当に何でもいいんですよ、質問でもいいし感想でももちろんいいし、本当に何でもお待ちしてるので、ぜひぜひ送ってくださいね。ワンマン近づいてきたね、本当に
そう、毎日今メンバーでカウントダウンしてるんですけど、こうなんだろう、こう日がね近づいてくるのがより実感できるというか、そうそう、それがあるからね、なんかあ、もうすぐ20日切っちゃうなと思って、そうね、ちょっとワンマンの話もしていきたいなと思いつつ、可愛さのあまり画面の前でにやけてしまう、なんてこったありがとう、優しい。あ、こんばんは、こんばんは、ありがとう、遊びに来たよ待ってたよ、にやけるみんなの笑顔が見れて嬉しいよ、私はお、こんばんは、22日のライブ楽しかった、ワンマンのチケットも買ったよ、ありがとう、嬉しい、やった、一緒に楽しもうね、ワンマンライブも。そう、22日もね、仮装したり、新曲披露したりね、そう、の単独ライブがあったんですけど、たくさんの皆さん雨の中来てくださってありがとうございました。いや、嬉しかったな。あ、リヒさん、バラ、お花、ありがとう27日行くよ、あ、やった、楽しみ、パティラケさんのね、主催、定期ライブにお邪魔させていただきます。スカイさん、お、ハート、ありがとう。ワンマンでは絶対領域を見られますか、どうでしょうそう、あれだよね、仮装の時だよね、きっと。そう、ニーハイをね、久々に履いたな、そういえば。今回仮装で猫、黒猫したんだけど、ニーハイはね、いつぶりだろう、高校生ぶりぐらいかなそんなにね、履かないからな。みのりんの毎日メイクとかヘアアレンジのやり方とか知りたい、あ、嬉しい。そう、前はね、あのメイクの道具を教えてって言ってくださる方もいらっしゃったので、ちょっとできたらいいなと思ってはいますそう、ちなみに今日のね、リップはね、シュウエムラのやつの SRD151 番、見えるかな、ボケちゃうね、これ見えるかな、あ、すごいボケちゃうルージュアンリミテッドシアーシャインってやつですね。今日は猫じゃないんだって思ったでしょ。あのね、前にツイッターとかでも載せたこの猫のブランケット持ってきたから、後で被るねそう、寒いからね、しかも、そうそうそう、もう11月分の新曲は聞いたの？秘密です秘密です、楽しみだね。そう、私もすごくワクワクしております。そう、3ヶ月連続新曲があるんですけどね、9月から始まって、さてさて、次はどんな曲でしょうかねワンマンライブで全身タイツ早着替えやるんだっけ、え、その情報漏れてるとか言ってると本当になっちゃうから気をつけなきゃ全身タイツね、あ、キノさん、ハートありがとう、イエイイエイ、スカイさんもハートありがとう、あ、すごいコメントが、ちょっと待ってね、シュウエムラのピカチュウ予約した、あ、見た、あのさ、アイシャドウパレットみたいなのもあったよね、めっちゃ可愛かった、でも予約してないな。さ、でも今なんだっけ、クリスマス限定のクリスマスコフレがすごい気になってて、いろいろ見てるんだけど、そうそうそう、可愛いよね、そう、コスメはずっと見てられるんだよね。そう、1時間リップ悩んだ人だしね、私よし、今度は2杯配信すると、え、恥ずかしいじゃん2杯はね、なかなか履かないからね。お、ブランケット体験、おいつやろうかな、ブランケット、スクショタイムもね、ブランケットでやれたらいいなと思っております。ワンマン楽しみすぎて頑張れる、ほんと？みんなの毎日がね、フルポケのワンマンがあるから頑張るぞって思ってもらえたらいいな。タダさん忙しいね、本当にありがたいですね、本当に。今回もシンガーソングダイバーという新曲を
初披露したんですけど、ツイッターにもちょっと上がってるので見てほしいんですけどね。また新しい曲じゃないですか。どうだったみんな。めちゃめちゃ楽しくて熱くて、本当にもうみんなもう最初からさ、なんかもうこう初めての曲初めて披露したのに、なんか初めてじゃないぐらい盛り上がってくれて、みんながそう嬉しかった。あ、やっぱり後ろのメロンパンが気になる。本当？これこれね、そう、広瀬のね生誕祭で皆さんが気持ちを込めて届けてくれたメロンパンそう、これをね後ろに置きたいなと思って、そう、その前にこのワンマンの告知ボードを設置してますきなさん、音符ありがとう。音符マー君、お花、バラ、ありがとう。お、こんばんは、こんばんは、ありがとう。うん、リーさん、オープンありがとう。お、新曲、ね、本当にテンポ、そうそう、アップテンポなんだよね、今回ね。そうそうそう、みんなでこう手をね、こうぐるぐる回したりとかできるね。本当に楽しい曲、もうとにかく熱くて楽しい曲ですね。そう、聴きに来てほしいし、見に来てほしいな。一緒にやりたいなって思うし、その光景を私もたくさん見たいなと思うので、ぜひぜひね、そうなんです、本当に最高なんですよ。なんか振り付けも多分今までにない感じのテイストだなって思うんですけど、そうだからね、私自身もこう見せ方で苦戦した部分もあって、そう、新しい私を見せられるように研究しておりますダイバーでぐるぐる回っていいですか。そう、皆さんの怪我しない程度にみんなで楽しめる感じでできたらいいなと思ってます。でも楽しいよね、みんなでできたらね。あ、ミラクルダイヤさん、かわいい、ありがとう。新曲のフリーコピーが楽しい。楽しいよね。そうなんですよ、みんなでやりやすい振り付けだから、ぜひぜひやりましょう。お、最近ビヨンズさんにハマりかけてる。ほんと？ハロプロさんは最高だよ嬉しい。いいよね、本当にだと叫べ、そう、好きだと叫べね。で本当になんかみんなでさ、声出して一緒に踊って楽しめる曲だなって思うので、そう、キネマクラブってさ、そうそう、ワンマンライブはキネマクラブ、東京キネマクラブで開催するんですけど、そう、2階もあるしね、雰囲気もすごい素敵だから楽しみなんですよ、今からね。そう、ワンマンライブ11月17日に向けて毎日カウントダウンメンバーそれぞれしてるし、そうそう、皆さん本当にたくさん拡散してくれて本当にありがとうございます。すごい嬉しいの。なんかフルポケの今カウントダウンはフルポケのなんかオフな感じ、そう、私たちの裏側じゃないけどそう、わちゃわちゃな感じをね、お届けしてるんですけど、楽しんでいただけてますかね皆さん。そう、毎回ね、何しようって話してて、そう、この前はなんだっけ、ジェスチャーゲームそうしたりとかね。そう、あ、楽しんでいただけてます。あ、嬉しい。プロレスは難しくない？え、プロレスって難しくなかった？なんか私の中でなんかなんだろう、なんかね、ワンパターンしかなかったのそう、
ウスケ選手の電気うなぎね、あれ面白いよね。でも当てたんだよ私と。なんかみんな愉快なんですよ本当に。もうなんか動画撮ってなくてもずっとあれだから、あのまんまなんですよ本当に静かな時がないぐらいなんですよね。楽しい、本当面白い、よかった。そう、ああいう一面もあるけど、こうね、私たちのステージとのこの差を楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますね。ねみんな電気うなぎ好きよね。でも面白いよね、ひなの発想力が豊かだからさみんながさ、プロレスやったらさ、プロレスのあのさ、ジェスチャーしたらどうなるんだろう、気になる。あ、たかしさんハートありがとう。よしさん、かぼちゃハロウィンのかわいい、ありがとう。そう、なんかみんながすごい毎回ね大爆笑って言ってくれて嬉しい限りでございます本当にね、なんかまだまだあるからさ、マチャポケの告知楽しみにしてる。本当嬉しい今日なんかね、そういろんなフルポケを見てもらえたらいいなと思っているので楽しみにしていてください。そしてぜひリツイートもお願いします。あ、そう、しかもこの前の単独ライブ、22日に開催したハロウィンの単独ライブで3曲動画撮影可能だったんですけど、それをね、ハッシュタグフルポケワンマン1117で拡散してくださって、皆さんありがとうございます。見てますよ。でもすごい嬉しくてね、いろんな角度からこう撮っていただいて、なんかねすごい新鮮な感じだった。会社で見てて笑いこらえるの必死だったそう、あれ気をつけてください。ね、電車とかだとさ、やっぱりニヤニヤしちゃうからさほんとに電車で見ちゃったそう、危ないよねあれねなんか私も見返すんだよその動画。そう、笑っちゃうんだよねめちゃめちゃ。アラジオ講座いいでしょ、アラジオ講座めっちゃ面白いよねこうやってなんかちょっとすごい目でね行くやつそう、あれ加工じゃなくて編集してみたんですよ。そう、アラジオとかドンドンみたいなそうそうそう、22日行けなかったので悔しい。そっかそっか、そう、22日はねハロウィンのライブ、ハロウィン直前ということでね、仮装をメンバーそれぞれ仮装して新曲披露してっていうね、ワンマンライブに向けての単独ライブだったんですけど、動画もね撮ってくださった皆さんが上げてくださってると思うので、ぜひぜひそれを見てください最近たまにツイートいいねしてくれてるの嬉しい。そうなんですよ。そう、実はね、こっそりいいねしてます。広瀬さんの半笑いの塩また見たいです。広瀬さんさ、塩下手すぎるよね本当に。塩の真顔が下手すぎてさ、メンバーにすごい突っ込まれるんだよね。それ笑ってるからってめっちゃ言われるの。そう、あ、スカイさん、お花、花束、ありがとう。広瀬さん、最近石井さんに似てウェイウェイしてきたよね。え、本当に嘘、ウェイウェイしてる。あれかな、一緒にいるからテンションがねこう高くなってるのかなみなりんの喧嘩売るとこ待機、こういうやつでしょあれさ、怖いよね、怖くない、入り方
普段からアラジオなんだけど、なんとかしてもらえませんか。あらま、石井さん、普段からアラジオなの？塩じゃなく、塩のあれじゃなくても？こんばんは、お疲れ様です。ふんわかみのりーワールドに来ました。あ、ありがとう、こんばんは、待ってました。ぜひぜひお話ししましょう。石井さん、塩めちゃくちゃうまいよね。本当にうまいの。なんであの一瞬でさ、なんかスーってなるんだろうね。すごいよね。私もあの講座見て学ばなきゃね。三つ編み、あ、三つ編みだよ。三つ編みです。一瞬塩がやってみて、いくね。ちょっと待って。って笑っちゃうんだよね。ちょっと待って、いきます。塩顔するね。できてた？今できてました？お、在宅マンさん、かぼちゃ、ハロウィンのかぼちゃ、ありがとう。塩メロンパンってあるんですか？あ、あるあるある。そう、なんかね、甘じょっぱいというか塩あるよ。なんかね、クロワッサンになってるメロンパンとかも、そう、塩のね、あって美味しいんですよ。今時差がみなりの塩対応が想像つかない。なんかね、笑っちゃうんだよね。そう、楽しくなっちゃうの。私、広瀬さんに喧嘩売られたら泣いちゃうかも。売らないから安心して。あんな、こうやって行かないから。できてません。嘘、できてなかったねえ。笑顔が可愛い。 笑っちゃうんですよ。ありがとう。甘塩本当？みのりには無理？あ、すごい、みんなのツッコミが激しい。何笑うとんねん。笑ってしまうねん。なんだろうね、どうやったら笑わないんだろう。なんかね、口角が上がっちゃうんだよね。塩メロンパン食べてみたい。え、ぜひ食べてみて。そう、なんかもし甘いのがあんまり得意じゃないって方とかだったら、ぜひぜひ、あの、パクパク食べれると思います。ミノリンワールドには塩という辞書はないね。ないのかもしれないな。ないのかもしれない。こんばんは、ミノリン、今から参加します。こんばんは、ありがとう。楽しんでってね。塩広瀬スクショしようとしたらすでに笑ってた。笑っちゃうんだもん。ちょっと後でまた、あの、挑戦するね。うん、初めて来ました。ありがとう。はじめまして、フルフルポケットの広瀬みのりです。一瞬無になって脱力すればだいぶ塩になるはず。一瞬無に、あの、無になればいいのね。無、なんかさ、無ってさ、なんか無になる、あ、そう、無、なんか無が楽しくなっちゃう。全部何かがね、何かするときに楽しくなっちゃうんだよね。ワンマン行くね、楽しみ。あ、やった、待ってるね、ありがとう。ここから5分間塩配信がスタートします。塩配信ってどうやってやったらいいの？石井さんみたいに大爆笑してからやって。石井さんのね、あの、一回笑わせてってやつ、あれ面白いよね。そう、あれ好き。石井さんじゃない、広瀬さん。今石井さんの話してたから。広瀬さんめっちゃ砂糖だね。砂糖なのかな。あ、でも塩か砂糖で言ったら砂糖なのかな。それでいいのです、みなりんは。ほんと？すぐ笑っちゃうからね。そう、ずっとヘラヘラしちゃうんだよね。お、チョコチップメロンパンは昨日食べました。ほんと？いいな。でも私もこの前、あの、初めて、なんだっけ、チョコ、マシュマロとチョコクリームが中に入ったメロンパンを、そう、ずっと気になってて、そう、やっとゲットして食べたら、ほんとにね、中にマシュマロ単独じゃなくて、なんて言うんだろう、単体で入ってて、そう、不思議な、ね、食感だった。でも美味しかった、甘くて。
メロンパン見るたびみのりんを思い出します。嬉しいですそう、なんかいろんなところにメロンパンって言ってるじゃん。だからそこでなんか思い出すんだってすごい、そう言ってもらえることが増えて、そう、それもすごい嬉しいんです。 YouTube 見ますか？見ます、めっちゃ見るよYouTuber さんのね動画すごい見てます。広瀬むのりやってみて、うまいむのりさんできないんですよ。目が楽しい名言名言なの？むなんかさ、むのコツってあるのかな。うん、笑顔が見れればいいのよそういう、結局ね笑顔がいいよね。私も常にヘラヘラしてる。でもヘラヘラなんだろう、楽しいよねいいよね。コフレ気になるのあった？そう、コフレはね、あのね、あのなんだっけ、ジル・スチュワートのね、あの黒い巾着のも可愛かったし、ポーチのピンクのも可愛かったし、そう、あとなんだっけな、気になるのあったんだよな。あ、エレガンスだっけ、そう、とか可愛かったんだよな。そう、今日も前髪魔法かけてないんだね。あ、気づいた？そう、今日はそう魔法かけてないんです。だから動いちゃうの前髪が甘党なのでみのりんがいいです。あ、やった砂糖でいなきゃね。ヘラセミノリ、常にヘラセミノリだよね、本当に。広瀬さんの笑い方好き？なんかさ、独特？みのりの笑い方ってどうなんだろう。みのりちゃんケープ使いの天才ってマジですか？でもね、結構ね最近はプロになってきてる気がする。なんか本当にいろんな角度からかける技を身につけたんですよ。そう、だからなんていうの？汗をかいてもこうカールが落ちない前髪の作り方をそう、めちゃめちゃ勉強じゃなくて、なんていうの、そう、頑張ってるんですよ。そうなの。お、 YouTuber の動画見てる？あ、見てる？いいよね、面白いよね。そう、私だってフラフープが特技なんですけどフラフープしながら見るのが好きそう、ヒヒヒーローせみのり、そう、なんかさ、ヒヒヒって笑っちゃうんだよね。うん、何気にひなりんがいる。そう、ひなもね見に来てくれてるの。そう女の子のサビでくるって後ろ向くところが好き。あ、あー、ここのところかな。女の子のさ振り付けも可愛いよね。そう、いろいろ表情とかもこだわっているので細かく見てくださいディレスチャートのプリンセスの方のポーチめっちゃめっかわだよね。可愛いよね、ピンクのやつだよね。そう、可愛いの、本当に毎年可愛いからさ欲しくなっちゃうよねみのりんの目はアイドルの中でも大きいのに、なぜ笑うと新月のように細くなる不思議さなんだろう、めっちゃでもね確かに目なくなるんだよね笑うとYouTuber 誰見るの？誰見てるんだろう。結構いろいろ見るんだけど、誰だろう、誰って聞かれたら、でもコスメ系
のメイクやってる方とかはすごいよく見るし、なんだろうね、お笑い芸人さんのやつとかも見るしそう、あ、そうそう、でもあの小さい子の動画とかも癒しだからたまに見たりするかなえ、誰だろう、ちょっと誰見てるか後で見返しとくね我のプリンセスはみのり、イエーイみんな優しい。ユフは紫ケープって言ってたけど、ヘラセは何色？ヘラセもね、紫かな？あ、でもね、めちゃめちゃいいのを見つけたんですよ。そう、資生堂のやつかな。そう、なんか黒いやつなんだけど、それがね、めちゃめちゃ良くて、そう、最近2種類使いとかもしたりしてます。そう、フラフープまたやって、ね、なんか機会あったらいい、やりたいな。あの、本当に一番最初のステージデビュー、新メンバーがお披露目されて、トークイベントかな、まず、一番最初にあったんですけど、その時に特技披露のところがあって、そこにね、フラフープしたし、あのね、本当に自分のフラフープをこう、担いで持ってったんだよ。懐かしいね。そういえば、みのりんはフラフープが永遠にできるアイドルとして登場しましたね。そうなの、本当に。え、本当にできるの、永遠に。そうなの。フラフープ電車で持ってきたの。本当に、もうね、恥ずかしかったんだよ、あれ。なんか、だから周りの方にはこう、なんだろう。そういう、なんだろう、新体操とかやってる方って思われてたらいいなって。そう。笑うと目なくなる人めちゃくちゃ好き。本当？なんか何もね、でもさ、なんか今日めちゃめちゃ滑舌悪くない？なんだろう。フラフープ待機。だってショールームだと見えないからさ。そう、あ、ワンマンで。ワンマンでやる？あの、キネマクラブでね。ちっちゃい子、そう、ちっちゃい子、なんだろう、赤ちゃんとか。そう、ちっちゃい子がね、すごく好きなんですよ。癒しじゃない？本当に、あの、この前ね、あの、街中で、あ、違う、ご飯屋さんかな？で、隣の席に座ってる家族がいて、そのね、ちっちゃい子が泣いてたの。めちゃめちゃ。そう、それでね、あの、ニコってしたら、泣き止んでくれたの。そう、めちゃめちゃ可愛かったの、その子もニコってしてくれて。そう、可愛かった。ちっちゃい女の子だったんだけど。そう。振り覚えって早い？どうだろう。でも私は、ダンスはそこまで経験してたわけじゃないんですよ。そう、だから、まあ、遅くはないと信じてます。うん。でもね、好きなので踊るのも。うんうん。動物の癒し動画。あ、多いけど小さい子の動画って何確かにね、動物のね、可愛いのもいっぱいあるけど、そう、お、チャンネルガードマンさん、お、見てみますね。面白いよね、 YouTube ってね、いろんな動画があって、うん、あれあれあれ、ああ、コメントが。おすすめリップタイム。おすすめリップタイム、プリーズ。さっきあのね、今日もじゃあ落ちてきたら。落ちてきたらやるね、リップタイム。でも今日はね、シュウ上村のね、ルージュアンリミテッドシアーシャインの SRD151 ってやつ使ってます。これピンク、赤ピンクでね、めっちゃ可愛いの。そう。シアだからね、グロスとかじゃなくてもちょっと潤う感じ。新体操の子がよく持ってるね。そうだよね、素敵だよね、こうなんかスッとしててすごい素敵だなって。カンフーショー、あ、カンフー乙女、カンフー乙女好き。本当？そう、あのね、今ね、あの曲をね、あの、なんて言うんだっけ、
ランダム、ランダムじゃなくて、なんて言うんだっけ、そういうの。そう、あれで流してるから、そう、何が流れるか、そう、お楽しみって感じですね。あ、リーさん、ハートありがとう。ごめんね、一回。あ、どこまで見たっけね。うん、初見です。ありがとうございます。フルフルポケットの広瀬みのりです。お願いします。嬉しい。あ、リップタイム待機。いつやろうかな。もうすぐ、もうすぐやるね。なんかさ、この配信してると絶対1回はリップタイム出てくるよね。僕が泣いてたらニコってしてくれたら嬉しいです。もちろん。いや、本当に、そう、なんかさ、みんなの笑顔が大好きでさ、この前のライブでもさ、本当にステージからね、みんなの笑顔がたくさん見えてね、なんかもう嬉しくて、嬉しすぎて、そう、もうなんか、わーって感じだった。語彙力が。でも、みのりさんのダンスはめっちゃ綺麗。本当？嬉しい。でも、こだわり思って、なんだろう。ここは、こうしたらいいなっていうのは、考えたりしてるので。そう、でもみんなすごい細かいところまですごい見てくれるから嬉しいんですよ。ありがとう、みんな。あ、懐かしい。あ、ありがとう。着いた後、ルームをフォローしたよ。あ、嬉しいです。ありがとうございます。またいつでもこれで会いに来てください。ロリコン仲間だね。いや、本当に小さい子可愛いよね。可愛い。なんかね、私のいとこにもう小学生かな、でもちょっと前までは幼稚園だったんだけど、めちゃめちゃ可愛くてね、今ももちろん可愛いんだけど、そうだからね、私がそう、ラジオでもトークしたと思うんだけど、多分このアイドルをもしねやってなかったら、保育園とかそっちの方に進んでたかもしれない。保育園の先生とか。そう、小さい子が大好きなんですよ。あ、ジュエルシールさんがお世話になってます。こちらこそ。嬉しい、ありがとう、見に来てくれて。ねえ、君好きもね、最近やってないもんね。可愛いよね、あの曲ね。確かに昨日の夜の配信でも君好き流れてたな、そういえば。シュウエムラ意外すぎた、ほんと？そう、最近なんかね、ちょっとかっこいいなと思って。ニャーニャーしたいです。ねえ、みんなで楽しめる曲の一つだもんね、これもね。お、タカさん、ハロウィンのかぼちゃありがとう。ワンマンの瀬戸り。あ、でも本当ワンマンに向けてもね、どんどんこう準備が進んでいるので、楽しみにしててください。あ、みのり飲み会抜け出してる、抜け出してるな。え、ありがとう。大丈夫かな。ありがとう、見に行ってくれて。小さい子可愛いと言ってる三つ編みのみのりが可愛い。そう、小さい子大好きなんですよね。お、17日、一押しが遠征だから割とワンチャンある。あ、ほんと？ぜひぜひ、11月17日、来てください。本当に来てほしい。たくさんの皆さんに来てほしいライブなので。はい。そう、告知もしたいな、そろそろね。カラオケだ。ね、カラオケバージョンになっちゃった。インストがね、今入ってるから。そうなんです。じゃあ、ここで一回告知をしようかな。と思います。はい、ということで、
まずはこちらからですね。フルフルポケットワンマンライブ What is Pop を11月17日に東京キネマクラブにて開催します。時間がですね、会場が14時半、開演が15時からとなっています。はい、こちらのワンマンライブとっても大切なワンマンライブになっていましてですね、あの今現在もチケット発売していますので、ぜひぜひこちらのバナーから左側かな、ここのね、あのオフィシャルサイトって書いてある下のワンマンライブのバナーがあるので、そちらもチェックしてゲットしていただけたら嬉しいなと思うんですけど、今現在ですね、一般 B チケット、そして手売りチケットが販売されていますね。で、一般 B チケットの方は特典会参加券が1枚ついてきます。そして手売りチケットはランチ券1枚ついてくるんですよはい、ついてきます。さらにですね、女性の方はツーショットチェキ券がついてくるので、とってもお得となっていますので、あ、ごめん、こっちかバナンですね。はい、一般 B チケットはですね、あのネットからゲットできるんですけど、楽天のチケット、チケットピア、ローソンチケット、 E プラスで受け付けていますので、ぜひぜひあの皆さんのお好きなところからチケットゲットしていただけたらなと思います。はい、そしてお友達紹介キャンペーンも現在やっていますので、ぜひぜひ皆さんの周りの方をぜひぜひフルポケチームに引き連れて来ていただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。本当にね、あの今も準備が着々と進んでるんですけど、あのね、すごい楽しい、音楽って楽しいっていうライブになるなって思うんですよ。そう、フルポケの音楽をすごく、なんだろうな、楽しめる日になっていますので、ぜひぜひ来てください。あ、嬉しい、ワンマン期待してます、ありがとう。そうなんですよ、17日ということで、もう本当にもうすぐなんですよね、1ヶ月切って。そう、特典券がついてくるんですよね。そう、だからすごくお得なので、ぜひぜひね、今ゲットしてくださいそうだよね、どこからもステージが見える東京キネマクラブ、すごく素敵な場所で、私も初めてだからすごい楽しみなんですけど、ぜひぜひよろしくお願いします。ヘルポケは音楽を楽しんでるところが大好き。あ、嬉しい。音楽ね、本当に音楽を届けたいなと思いますので、はい。あ、タカさん、いいね、ありがとう。音楽好きは行かなきゃ。そうなんですよ、音楽好きの皆さん、ぜひぜひ来てください。振りコピ楽しい？あのね、振りコピ、そう、振りコピで言ったら、あの最近本当に最近の新曲、一番新しい新曲がシンガーソングダイバーって言うんですけど、そう、本当にね、みんなでできる振り付けだったりとか、すっごい楽しい曲なんですよ。そう、熱くてね、楽しい曲なので、それもね、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらと思います。はい、リーさん、かわいい。お、尊い、ありがとうフルポケはダンスも最高。あ、嬉しい、ありがとう。みんなキネマクラブ初めて、そう、初めてなの。エレベーターの扉に注目だよ。ほんと？え、どんな感じなんだろう。なんか画像とかで見たら、こう赤い感じだよね。なんかすごい素敵な雰囲気でね、楽しみだなって思ってます。あ、タカさん、いいね、ありがとう。何回かフルポケのライブ見たけど、確かに楽しいね。うん、こんな感じのライブあんまりないです。楽しい、嬉しい。本当に皆さんに楽しんでいただけるようなライブをにできるように今準備を進めてますので、ぜひぜひ11月17日ワンマンライブ来てください。楽しみだな。うん、はい。あ、ハッキーさん、お花ありがとう。バラ
ありがとう。そしてそして、フルポケの次のライブですね。次のライブがですね、こちらです。10月27日日曜日はですね、パーティーロケッツ GT さんの定期ライブ2019ロッキンサンデーボリューム7に出演させていただきます。やった楽しみ。はい、会場がクラブクロール、そして時間が会場11時15分、開演が11時45分となっています。はい、パーティーロケッツさんのね、パーティーロケさんの定期ライブに出演させていただくんですけど、なんかね、すごいワクワクしてて、なんかあんなことやこんなことが楽しめると思いますので、ぜひぜひチェックしてください。あさってだね、このライブは。はいぜひぜひ、こちらもですね、あの女性の方と学生さんが入場無料ということで、ぜひぜひこの機会に会いに来てください。待ってます。新曲のコール講座動画欲しさある。確かにね、まだね、あれだもんね。ちょっといろいろと考えてみますね。そう、ダイバーやっちゃいますよシンガーソングダイバーね、新曲のシンガーソングダイバーも披露があると思いますので、この日ぜひ聴きに来てください楽しみだね。ヒロケさんの定期、去年台風で中止になっちゃった。そうだね、そうだそうだ、中止になっちゃった。そうなんだよ、すごい残念だったもんね、あの時ね。そうだから今回ね、またお呼びいただけてすごく嬉しくてワクワクしてるので、ぜひぜひ皆さん一緒に楽しみましょう。はいそして、うん、そしてですね、でれん、11月24日に東京大学さんの駒場祭に出演させていただきます。このね、文章がすごく嬉しいんですけど、東大生が推すネクストブレイクアイドルライブということで、はい、こちら出演させていただきます。場所が東京大学さんの駒場キャンパス、時間が12時からとなっています。そしてこちら、なんと観覧フリーなんですよ。なのでね、ぜひぜひたくさんの方に来ていただけたら嬉しいなと思います。初の学園祭楽しみ。はい、あ、すごいしっとりな感じな告知になっちゃうはいね、カラフリーやっぱりいいよね。そう、すごくこうフルポケを知ってもらうチャンスの一つでもあると思うので、私たちも全力で歌とダンスを届けていきたいと思います。おととしは駒場祭タスクさん見に行った。ほんとすごい、いいね、駒場祭。ただね、そうなんです、メロメロさんとね、ご一緒させていただくということで、さらに楽しみが増しているんですけど、そうなんですよ、もう本当にね、あのいろんなライブにしてさせていただけることがすごく嬉しくて、そう、一つ一つ大事にしていきたいなと思いますね。そう、学園祭にそう呼んでいただけてね、そう憧れだったんですよ、学園祭。ずっとねフルポケ言ってて、学園祭出たいねって言ってたから。そうなんです、東大は東京の真ん中にあるとは信じられないくらい広い。本当？行ったことないな、そういえば。楽しみ。野外の天候に恵まれなかったから駒場祭は楽しみ。そうなの、今回ね、あの野外で出演させていただく予定なのでね、いい天気だといいなそう、本当にあのここ最近も台風の影響とかね、いろいろあって、あの野外の予定のところがね、室内になっちゃったりとか中止とかもあったので、この日にね、いっぱいその思いをぶつけて楽しみたいなと思います。東大生の前でひなちゃんが何をお話しするのか注目
むしきさんね、どんなお話するんだろう。私も楽しみです。せなちゃんとの絡みなんハロぶりだね。そうなのね。そう、せなちゃんとね、あのなんて言ったと、ハロプロライブでご一緒させていただいたことが2回あるんですけど、そうね、一緒に歌わせていただいたりもしてね、また今回もご一緒できるということで楽しみです。本当にね、なんかいろんな楽しみがあってすごい嬉しいんですよね。ね、それに向けても頑張っていきたいし、何よりこのね、11月17日のワンマンライブとっても大切なので、ぜひぜひお待ちしてます。はい、こちらではまたここに置きますね。あ、もうそんなこと言ってたら1時間ぐらい経つんだね、もうすぐ。ひなちゃんなら東大生に勝てる。ひなの発想力すごいからね、本当にどんな感じになるのか楽しみです。皆さんもぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いします。はい、ということで、今リップタイムって言おうとしたら、本当にリップタイムって言ってくれたからリップタイムします。ねえ、ハンコみたいなリップじゃない、これあれだよ、あのまあでも確かに黒いとそうね、見えがちなのかな。めちゃめちゃね、色もね、発色とかもすごいお気に入りなの。では塗ります。なんか見えない。はい。これに今日はキラキラのグロスを重ねるということをしてます。あ、スカイさんかわいい、ありがとう。リップタイム中に。ありがとう。これさ、見えないよね、きっと。すごいね、ラメがかわいいの、わかるかな。なんかね、水色とピンクのね、ラメが入ってるんですよね。はい、完成。メイクしてるの見るとなんかドキドキする。ほんと？近づいちゃうからね、これ。はい、スクショ。スクショできたかな？そう。プルプルや、そうやねん。めちゃめちゃね、うるうるするの。そう、なんか、いつもね、ライブの時に、グロスをつけたいんだけど、あ、つけるんだけど、マイクとかでね、やっぱ擦れちゃうんだよね。そう。あ、たかしさん、かわいい、ありがとう。揚げ物食べたの、そう。なんでやねん。からの塩みのりでお願いします。いきます、真顔いきます。ダメだ、ダメだ、ダメだね。ハムハムするのが。なんかね、癖なんだよね、塗りね。ちっちゃい頃からなんかこうやってうんってやっちゃうんだよね、ちっちゃい頃から。あら、ちょっと大人みのりになった。ほんと？大人みのりになれてる？似合う。あ、タカさん似合う、ありがとう。グロスとティントの違いが分かりません。グロスはちょっと待ってね、グロスっていうのはね、あのなんて言うんだろう、こういうなんかね、ちょっと水っぽさがあるのね。だけど餅とかはよくはなくてすぐ落ちちゃうんだけど、こういう風になんかうるって見せてくれるのがグロスで、ティントはすごく餅が良くて、なんかね、グロスティントみたいな、なんか掛け合わさったすごい魅力的なリップもあるんだけど、ティントはとにかく落ちないっていうのが私の中では認識にあるかな。うん、また笑ってる、笑ってしまうんです。, 笑ってしまうんです。ダメだな、
ダメだな、ダメだな、本当にな。リップが輝いて眩しい、本当？こんばんにゃん、あ、ありがとう、こんばんにゃん。全然真顔じゃない。しおりちゃんのお友達に真顔が得意なアイドルさんがいるから教えてもらって。え、教えてほしい。教えてほしいよ。一秒としおが、みのりんは持続しないのでスクショできません。あのね、あの今フルポケで、あの高速ルチェキっていうのがあるんだけど、それでしお、ルーレットでしお、例えば、みのりだったら塩みのりとかね、あのその塩ってついてると塩側で取らなきゃいけないんですよ。そう、それが今すごい勉強中っていうか、そう難しくてね。そうなんです。ティントは肌にあんま良くないんじゃ。そうだね、あの落ちる、なんだろう、落ちないとさ、やっぱこすっちゃったりするから、あと着色するからあんまりっていうよね。でもね、やっぱライブの時とかはね、落ちないようにしたいからね、ティントを使います。あ、さっき大原さくら子さんのダウンロードしたよ、いい曲、あ、私が紹介したやつ、このラジオで。いいよね、本当に大原さくら子さんの歌大好きで聞いてます。しおりさんの塩顔がうまいらしい。そう、しおりさんうまいの、本当に。もう一瞬でね、塩顔になるからね。あ、日直撃さんにもあるよね。ね、なんか見たことある。どんな感じなんだろう、日直撃さんの塩チェキ。勉強になりそう。塩顔プラス低めのピースが好きです。にやけちゃうのよね、どうしても。桜子ちゃんまた歌ってね。あ、歌うね。さあ、またちょっと新しい曲もね。あ、そう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 、今日ね、そうみんなに相談したかったんだよ。あの歌ってほしい曲じゃないんだけど、そのみのりに合う曲、私がなんか歌、なんだろう、歌えそうというか合いそうだなとか、なんかこういう曲いいんじゃないとかっていうのを、そうみんなと話したいなと思うんですけど、もうちょっとだけそれを話そうかな。あ、リップがアラジオみたい。てかさ、塩、まずはやっぱりこう塩をね、頑張ってあら、あらってつくとかなりレベル高いからね。あ、塩チェキ集めてるの。ちょっと頑張らなきゃね。ダメ、目が笑ってます。あ、そう、目だよね、きっと。そう、ラジオで気になった。あ、嬉しい、ラジオ聞いてくれてありがとう。そうなんですよね、あの毎週メンバーそれぞれこうラジオで自分のおすすめの曲を紹介して流しているので、そちらもぜひチェックしてください。塩がね、そう、塩顔が持たないのよね。そう、ということで、あのなんかね、なんかさ、どんな曲がいいかな、みんな、あ、そう、ギターの弾き語りもそうなんだけど、アーティストさんとアイドルさんだったらどっちがいいとかありますか、皆さん。みのりさんは激ヤマばっかりでいいんやで。ほんと？激ヤマ担当でいいかな。アーティストの方が合いそう。ほんと？でもそう、アーティストさんの歌もすごいね、よくね、最近は歌わせていただくこともね、あ、増えて、最近のこの前のカラオケ配信でもね、ちょっと歌わせていただいたりもしたんですけど、アーティストさんね、なんかさ、なんか誰の曲がいいかな。アーティスト広瀬。アーティスト広瀬、いい曲ならどちらでも。あ、本当？そうだよね、やっぱね、曲 いろんなね、方のいい曲ばいっぱいあるから、何でもやって合ってるのを探したい。なるほどね、確かにそうだよね、偏るのもね。みのりさんの憧れてる方がどちらもいける存在だから、みのりさんも二刀流でいいのでは。そうなんです、
さ、本当に憧れてるのはこう両方、いろんな面をもちろん持ち合わせていたいし、歌とかもいろんな曲をのテイストとかも歌えるようになりたいなと思うんですけどね、確かに両方やりたいな。くるりさん、ちょっとみんなのおすすめのさ、あのアーティストさんの曲をメモしていく、いきますね。柴咲コウさん、あ、柴咲コウさん、確かにあんまり歌ったことないかもしれない。柴咲コウさん、ゆうさん、あ、嬉しい。基本歌が上手いから幅を広げてやってみて。そうだね、いろんな方の曲を聴いたり歌ったりして学んでいきたいなって思うので、そう、皆さんのおすすめとかもあったらぜひ教えてください。この前のクリス・ハート良かったから男性アーティスト聴きたい。あ、ほんと？あ、嬉しい。低音も綺麗。嬉しい。低音ね、そう、今頑張ってるんですよ。男性の方、男性の方でおすすめとかある？そう、でもクリス・ハートさんの I Love You は最近練習し始めたのでね、また歌える機会があったらいいなって思うんですけど、男性の方。あいみょんさん、あいみょんさん系。なるほどね、確かにあいみょんさん、あいみょんさん。そしてそして、生き物係さん、いいね。あ、はたさん歌ったことの、あるかな、ひまわりの曲とかかな。そう、洋楽、そう、私ね、洋楽をあんまり今まで聞いてこなかった人なんですよ。そう、だから、そう、知りたいんですよね。お勉強したいんですけど。あややさん、松浦あやさん。あやさんもいいよね。クリス・ハートさんの、僕はここで生きていく。わ、なんか良さそう。ちょっと聞いてみますね。ありがとう。書いてると無言になっちゃう。あー、平井堅さん、確かに。米津さん、あ、男性の方だね、平井堅さん。あ、嬉しい、みんなありがとうございます。たくさん、フジファブリックス、おー、すごい、みんなすごいいろんな音楽を聴かれてるね、すごい。松浦彩さんのな、笑顔に涙、合いそう、あ、嬉しい。笑顔に、涙。はい。あ、阿部真央さんのファンを10年やってます。すごい、阿部真央さん、素敵だよね。阿部真央さん。そして、あ、フィロノスさんの曲だ。フィロノスさんの曲もいいね。フィロノスさん。それこそ多田さんの曲、そうだね。そう、多田さんの曲、フルポケでね、カバーさせていただいたりもするんですけど、そう、多田さんの曲もね、確かに。スピッツさん、あー、スピッツさん、あ、ね、これはさ、キング、これな、なんだっけ、ごめんなさい、私の知識不足で、
よし、メモしました。あ、マヌエリナさん、本当に真顔になっちゃうね、これ。あー、ティアレストいいよね、あややさんのね。よくね、お家で歌ってるんです、実は。そう、なんかいろんなハロプロさんのメンバーさんがカバーされてたりするから、そう、そういうの聞いてね、よく。渡辺美里さん、み、あ、すごい、みんないっぱいおすすめしてくれてありがとう、嬉しい。あー、道重さんの可愛い曲いっぱいあるよね。ララピピとかめちゃめちゃ可愛くてよく見てましたね。かわいいよね。あ、すごいいっぱいありがとう、みんな。ちょっと待ってね。よいしょ。あ、危ない。ね。すごい、小袋さん。あ、中島拓哉さん、ハロプロさんにね、書いてらっしゃる方ですよね。多田さんの曲だ、いいよね、誰かが誰かに、めちゃめちゃ素敵な曲。美和さん、あ、美和さんね、確かに確かに。宇宙真央さん、すごい、なんかみんなのおかげで音楽の幅が広がりそうな予感がしています。お、TD さんなら会いたくなった。あ、ライブで聞いた。そう、見に行かせていただいて、嬉しい。オリビアを聴きながら、あ、泣いたことある、あ、奥花子さん、おめちゃめちゃ無言になっちゃった。 AKB さんの365日の紙飛行機、あ、素敵だよね、あの曲もね。あ、名残雪、あー、確かに歌ったことないかもしれない、名残雪。あ、嬉しい嬉しい、ありがとう。ちょっといろいろメモをしてみているんですけれども、はい、鈴木愛理さんの曲聴いてみたい、ぜひ聴いてください。最近シングルで CD が発売されたんですけれども、エスケープとかアイデンティティとかすごく素敵なので、MV とかもいいんですよ、めちゃめちゃ聴いてください。私いろんなね、愛理さんの曲を聴いてるし、そう、めちゃめちゃ可愛い曲も多くて、こうなんか片思いの女性からの目線ので書いた曲とかもあったりとか、可愛いのでぜひ聴いてみてください。
松田聖子さんの曲とかもね、前歌おうとそうしてたんだよね。そう、それから歌えてなかったな、そういえば。すごい。すごい、みんなのおすすめがいっぱい聞けて嬉しい。ウロコグマとオリオン座生で聞きたいな。ああ嬉しい。そう、弾き語りさせていただいてね、あの釣り人さんの曲を、そう歌わせていただいたんですけど、でもね、確かにいつか機会あったらいいな。すごいいい曲だよね。私がそれこそアイドルを始める前かな、もう見てたんですよ。実はすごい可愛いなって思ってて、そう、すごいみんないっぱい知っててすごいな。そう、私ずっと本当にアイドルさんの曲ばっかりを聴いて生きてきたんですよそう、本当にね、それこそハロプロさんずっと聴いてきたのでね。完全マンさん、ハートありがとうございます。ありがとう。あ、すごい、みんなみんなありがとう、嬉しい。ちょっと参考にいろいろ歌ってみたり探してみたりしようかなと思いますので、ね、なんかいつかそのさ、あのカラオケ配信もみんなからのこうリクエストでもできるようになれたらいいなと思うんですけれども。すごい、いろいろと知れて嬉しいな。そう、本当にスクショした方が早いよね、きっとね。書いちゃった。嬉しい。ちょっと待ってね、ちょっと一回スクショしたいな。これスクショしたらみんなもカシャってなっちゃうかな大丈夫かな。ほっ、どうだろう、大丈夫かな。よかっためちゃめちゃ近くなっちゃった。はい、皆さんたくさん教えてくださってありがとうございます。え、聞こえてるの、どっちどっちでも本当に音楽の幅も広げていきたいなと思うし、なのでね、いろいろと歌っていこうかなと思います。あ、スカイさん尊いありがとう。はい、あっという間に1時間半ぐらい経っちゃうね。よし今日から聞いていきたいと思います。はいありがとうございます皆さん。はい、そう、弾き語りもね、今次の曲を決めてるんですけど、あのね、なんだっけ、冬、これから寒い時期になるから、そう、それに関係する、今回はアイドル曲にしようかなと思ってるので、いつあげれるかな取りに行く時間を見てあげようと思うので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。では皆さんに感謝を込めて猫になりたいと思いますあ、にじまさんの曲素敵だよね。
猫、あのなんだっけ、ツイッターの動画じゃないや、写真にも載せてたやつですね。まず物を見せましょう。こちらです。ほいこれめっちゃめちゃあったかいんだよ。本当にこれが帽子になってて、こう上に羽織れるやつなんだけど、そう、なんかお母さんが見つけてきてくれて、そう、そう、色がね、確かにちょっとコアラっぽいよね。ミドリンジャンですね。オオカミじゃないよ、オオカミじゃないんですよ。では変身これ大きいからさ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、これボタンがどこだっけな。あった、ほいこれさ、見えるかな、あのだいぶ下にしないと見えないよね、きっと。見えるかな、え、見える？耳が見えない事件が発生してるだよね、耳が見えない事件。これ私がちょっと後ろにシュッてして、見えない事件。ネズミじゃないよ、猫だよ一応ねえ、みんながネズミって言うから見えちゃうじゃん、そういう風に耳が見え、あ、こうすれば遠くに行けば見えるんだね。近づくとさ、やっぱ見えないよね。どうしたらいいんだろう。ほら、みんなが言うからネズミにしか見えないって。もうすれば私が持てば見えるんだね。そう、でも本当にこれただあったかいやつだからさあそうなんですよ。でも本当に寒い時ずっとこうやってくるまってる。あ、ミラクルダイヤさん、かわいい、ありがとう。モコモコがさ、好きなんですよ、めちゃめちゃ。そうだからこの時期はね、すごい嬉しいんですよね。みんなが笑ってる。あ、たかしさん似合う、ありがとう。そう、これはね、角度がね大変なんですよね。そう、でも本当に外したらこうなるんだよ。なんか私でも確かに耳系のもの結構持ってる気がする。ネズミじゃないもんだからチューとは泣きませんよ。はい、ということでいきなり切り替えが入りましたけれども、最後にじゃあまた告知をしようかなと思います。避難せみのり、避難してるそう、でも今はね、もこもこ靴下履いてるからあったかいんですよね。
ということで。あ、そっか、スクショタイムしなかったね、今ね。スクショタイムするね。あ、待って。はい、ではスクショタイムいきます。みんなツイートするときネズミって言わないんでね。だって前髪がすごい。はい、用意スタート。やっぱ近づくと耳が見えないよね。無理やり入れようとしている。はい、取れたかな皆さん。靴下が見えない。靴下は秘密にしとこう。はい、では告知をしますね。振りじゃないよ、みんな振りじゃないからね。はい、では先ほどもねお伝えしましたけれども、ゆるゆるポケットワンマンライブ What is Pop が11月17日に東京キネマクラブにて開催します。会場が14時半、開演が15時からとなっています。はい、こちらね先ほども言いましたけれども、チケットが現在発売中でございまして、ネットからもゲットできますし、私たちのライブに来ていただいた時に特典会の時にゲットできる手売りチケットも販売中でございますので、ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいです。東京キネマクラブでのワンマンライブということで、初めてなのですごい楽しみなんですけど、はい、とっても素敵な場所で私たちの音楽を届けられるということで、さらに楽しみなので、ぜひぜひその気持ちを皆さんと一緒に味わいたいなと思っています。私たちの音楽を全力で全力で届けますので、ぜひぜひお越しください。迷っている方はぜひぜひというか、もう絶対に来ていただいて、来てよかったなって思わせるライブを絶対にお届けしますので、ぜひぜひお越しください。お願いします。はい、見えるかな。はい、あ、スカイさん拍手ありがとう。そして次のフルポケモンライブがですね、こちらです。うん、これじゃなかった。こちらです。でれん、10月27日日曜日、パーティーロケット DT さんの定期ライブ2019ロッキンサンデーボリューム7に出演させていただきます。はい、会場がクラブクロール、時間が会場11時15分、開演11時45分からとなっています。はい、パティロケさんの定期ライブということで、もうねものすごく楽しみなんですけれども、この日さっきもね言った通り、あの新曲のお届けするしますので、はい、ぜひぜひそれも聞きに来ていただきつつ、このパティロケさんとフルポケのライブを楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひぜひお越しください。そして女性の方、学生の方、入場無料となっていますので、そちらもぜひぜひチェックして遊びに来てください。お待ちしてます。楽しみだな、パティロケさんとのライブです。はい、あさってですね。ぜひぜひ待ってます。はい、ということでね、もう一個さっきの告知がな、はい、こちらです。11月24日日曜日、東京大学さんの駒場祭に出演させていただきます。
場所は東京大学さんの駒場キャンパス、時間が12時からとなっています。観覧フリーとなっていますので、ぜひぜひお気軽に遊びに来ていただけたら嬉しいです。初の学園祭なので嬉しい気持ちをステージに込めて皆さんにお届けしていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、告知、本当にいろんな嬉しいお知らせを皆さんにしていけるように、まだまだ頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。そして私の SNS ですね、最後に Twitter と Instagram やっていますので、ぜひぜひフォローしていただけたら嬉しいです。メンバーのそれぞれの Twitter と Instagram もあるし、公式もあるので、ぜひぜひチェックしてください。お願いします。学園祭も楽しもうね、楽しもうね、楽しみだ。あ、さっきさ、アイテムパチパチパチってやってくださったのタカさんだ、ごめんね、タカさんありがとうございます。あ、みのりんって呼んでくれてるありがとう、ありがとうね、こちらこそありがとう。1時間ぐらいの配信って言いつつ、結局1時間半ぐらいになってしまったんですけれども、皆さん楽しんでいただけてますましたかね。そう、でも本当に曲も教えていただいたりしたし、いろいろお勉強していこうかなと思います。あ、楽しかった、ありがとう、よかった延長料金が発生しますか、出た、カラオケ配信の時のやつだえ、まだ終わらないでしょ今日だってさ、そういつもね2時間ぐらいやってたもんね。みなりん本当に優しいね、楽しかったよ、今日もありがとう、あ、嬉しい、ありがとう、来てくれて配信楽しかった、ありがとう、生き返りました、本当パワーを届け今日はみなりのこといろいろ知れた、本当嬉しい、そう言ってもらえて、ずっと笑ってたかもしれないんですけどさて2部はカラオケで、そうカラオケ配信もねやりたいよね、そう配信バッチリ見たかった、うん嬉しい、でも見に来てくれてありがとう。またね、まんまに向けてもやりたいと思いますし、カラオケ配信もやっていきたいなと思うのでね、ぜひぜひこのショールームのルームのフォローもしていただけたら嬉しいです。最後に塩、分かった、塩やるね、塩ね楽しかったよ、がっつり見られたのは初めて、あ、嬉しいです、ありがとう。やっぱ皆さん夜の方がね見やすいのかな。石井さんとカラオケ配信、あ、したい、そう、今度ね、シーとカラオケ行こうねってこの前話したんだそうなんですよ、塩からのアラジオ、シーちゃん教えてそう、しおり先生が来てくれないとアラジオ難しいな。最後にネズミもねえ、猫やってみのりののびのび配信は神配信ですいつもね、ちょっと絶対に伸びちゃうよね。砂糖と塩の他に何があるの、なんだろう、確かになんだろう、甘じょっぱいみたいな、あ、ツンデレが甘じょっぱいみたいなことかなさあご飯食べよう、食べてなかった、私の配信であったもんね、ありがとうね、見に来てくれて、まだご飯食べてない方はゆっくり明日に備えて食べてね、ゆっくり休んで、今日寒かったと思うので暖かくしてくださいね。はい、ということで、じゃあランキングを確認しようかな。ではでは、3位、大五郎さん、ありがとうございます、ありがとう大五郎さん。はい、そして2位がティポ120さん、ありがとうございます、ありがとうそして1位がたかしんさん、ありがとうございます、ありがとう
はい、皆さんもね、たくさんコメントやアイテムなどなどありがとうございました。はい、あ、パスタの日だったからミートソース食べて、あ、ほんと？そう、あのラジオでもねお話ししたんですけど、パスタの日ということで、今日がね、まだご飯食べてないよって方がいらっしゃったら、ぜひパスタいかがでしょうか。楽しい時間をありがとう、あ、こちらこそありがとうございます、来てくれて。ぜひぜひこの1117の東京キネマクラブにて開催するワンマンライブ、ぜひチェックしてください。はい、嬉しい、楽しかったって言ってくれてありがとう。ではさっきリクエストもあった塩をもう一度やりたいと思います。いきますね。あ、ダメ。ねえ、どうしたらいいの？これ笑ってる？難しいよ。そう、最近ね、ひなもね、めちゃめちゃ塩顔上手くなってるんですよね。照明写真もね、私笑っちゃうんだよね、ちょっとなんか口角上がってる。じゃあ塩顔も勉強しつつね、いろんなフルポケをお届けしていきたいなと思いますけれども、そう、ユフも上手いんだよね。ユフね、すぐこうシュッて真顔できるんだよね。あの、そのアラジオ講座の時もそう、上手かったの。はい、ということで、あ、もう1時半経っちゃったね。広瀬さんの免許証の写真、あ、そうだね、免許証のね、写真もね、多分笑ってる、あ、ちょっと笑ってる。みなりにもできないことがあるんだなとちょっと安心。全然あるのでね、あの、すごくみんなに支えられております。あ、嬉しい、動画も楽しみにしててください。はい、ではでは、最後にネズミになります。もうみんながネズミっていうか、ネズミになっちゃったよ。これ本当に画面に映らない。ネズミのりんです。ネズミのりんですよ。あんまりネコネコ言うとさすがのみのりんさんも怒るで。ネズミやからな。逆やで。逆や。みんなでネズミにしましょう。はい、ということで、ではでは。なんかフレフレ未来がさ、なんかこのエンディング感あるね、ちょっと。ではまた配信したいと思いますので、ぜひぜひその時はお待ちしてます。そう、メンバーもこれからワンマンに向けてもやっていくと思いますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。はい、ではおやすみ。バイバイ、みんなありがとね。またカラオケ配信もするね。ありがとう、おやすみなさい。